皆さんこんにちは、ティンダーミン役場健太です。今日はアンパンマンの生みの親の話をします。柳瀬隆さんご存知でしょうか？はい、高知県香美市生まれ、まあ確かに千葉大学工学部デザイン学科を卒業し、製薬会社の宣伝部を務め、その後第二次世界大戦に召集され中国へ終戦を迎える。戦後は高知新聞社就職、そして漫画家を目指して上京、そして三越百貨店宣伝部グラフィックデザイナーを務めながら漫画の投稿を続け、1953年に独立。テレビ、ラジオ、舞台などいろいろ手掛けたそうです。1961年作詞した手のひらの太陽には紅白歌合戦をきっかけに広く知られるようになったそうです。はい、確かに。あとは優しいライオン、あとはその後一番人気はアンパンマンですね。アンパンマンは確かに空腹の人にパンを届ける普通の人間の設定です。子供向けの本が出版され、1988年ストレイキアンパンマンテレビアニメーション化され、悪役バイキンマンなどキャラクター大人気、広く知られているそうです。確かにアンパンマンも本当にねすごいですね。はい、雑誌シトヘルメルヘン編集長、その他諸々ですね。残念ながら、国民栄誉賞ならずもアンパンマンは本当にすごい人気でございます。はい、アンパンマンミュージアムいろいろありますからね。はい、以上です。バイバイ。